今回はですね、はい、USB、USB、尼崎でですね、ああ USB 紛失したって言って、なくしちゃったんです。はい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 。であれでもまあサイバーセキュリティ僕もやってますんで、はい、でスパイなんかで当然ね関わってくる話ですから。経緯をよく知らないんですよ。なるほど、はい。もともとですね、はい、USB のこういう USB ドライブってありますね、はい、ちっちゃいの。あれに、まあ、あの住民の46万人分入ってまして、で、それを、まあ、何か作業することがあったんだと思うんですよね、はい。で、それを委託している企業の人が、そのデータを扱える、いわゆる、まあ、あの許可を取っていて、はい、で、本来であればその下請けの会社がそのデータを扱ってるはずなんですが、はい、実はそうじゃなくて、その下請けの会社がまたあの下請けでた孫請けですよね、はい、とかの会社に来ていた、うん、おそらく、まあ、あのまた別の会社の人すごいんですよ。だから、まあ、よくあるこう、はい、何時受けってやつでしょうけど、まあ、そこの社員の人に渡っていて、ルール上で言うとその人は本当は扱っちゃいけないわけですよね。ここ1個目の下請けしか、まあ、許可出てないってこと、はいはい、でもそれを持って、これ尼崎なんですけど、はい、その日は飲みに吹田まで行ったんですよ、はい、で吹田で飲んで、うん、朝まで、あ、まあ、もうてっぺん回って結構飲みまくってて、したらカバンがないことに気づいて、うん、そこに USB 入ってたと、うん、で大騒ぎになって、うん、ですぐに警察に届けてっていうことで、うん、でニュースになって、あ、そういうことなんですね、住民46万人分の、しかもその内容が、要するにその例えば今回のコロナ禍で給付金とか出てますよね、うん、はい、それのを受けてる人とか、あと名前とか住所とか、はい、要するにまあちょっとその収入とかも分かるし、生活保護を受けてる人なんかもちょっと分かるようなことなので、こうやって結構なプライバシーですよねと、うん、いうこと でそもそもそのデータが漏れること自体問題ですけど、それを持ち出すやつが持ち出すできてたってこと自体が問題で、そうなんですよ。え、そんなの USB に入れていいのってちょっと思っちゃいました。そこなんですよ。だからそれは多分おそらく今全国各地、うん、今あれって思ってる人いると思うんですよ。やべっていう人たち、やべっていう人がいるんです。いると思います。絶対ちょっと確認しろってなってると思うんですよね。あ、そうなんです。いや、絶対そうですよ。それは各地そうです。 USB だったらいいですけど、まあ、じゃあハードドライブだったらいいのかって話もありますし、じゃあ外に持ち出せる状態じゃダメ、ダメだっていうことです。都内の例えば、まあ、どっかの区役所とかそういうところに新聞の人とか取材していて、はい、うちはちゃんとやってますっていうところは皆さんこれ見ようがし言ってますけど、うん、そもそもまあ出ていっちゃダメですよねと。でね、これ、それ問題そこだけじゃないんですよ。うん、それも大問題ですよ。うん、でも大問題で、海外の僕、あのメディアの見てて、ツイッターとかいろいろ見てたと思いましたけど、いや、ジャパン、あの、クオリティだねっていう。ちょっと、言い方でしょ。いや、でもそういう感覚で見てる人たちいるんですよ。わかんないですよ。ツイッターなんかね、匿名なんで、そもそも日本人かもしれないし。わ、はいはい、かんないですけど、ただまあ、そういうふうに言われたりとかしてるんですけど、ただそれ以上に問題なのは、うん、これ記者会見やったんですよね。はい。僕の市長とかね、はい、あの関係者が。はい。でそこで記者の質問にいろいろあんま言う必要ないことを答えちゃってるわけですよそうなんですよ。でこれがちょっと面白くて、はい、例えばですけど USB のパスワードは13桁だったって言ってるんですよね。要するにちゃんとやってるんですかって言われて、いや、ちゃんと13桁で、しかも大文字と小文字入ってますと。バカだな。でしかもしかもですよ、数字4桁入ってますと。バカだな。でしかもあの意味の分かんない数字じゃないですと。何か意味がある意味がある言葉ですね、全部。私しかも尼崎にゆかりのある言葉が入ってますと。もう大ヒントだったそうです。ギャグじゃないのかと。まあコメディみたいな感じになってて、コントみたいになってますよ。でこれで皆さんがツイッターとかで、じゃあパスワードを探せみたいなことで尼崎2020とか尼崎2022とかじゃないかと、そしたら文字数合ってるし13で、はいはい、いうことで、あのまあそういう大喜利大会みたいになってっていうのがちょっと問題になったんですけど、これ本当にね、すごい USB って実はすごい危険で、うん、あの実はロシアとかが米軍、はい、アフガニスタンにいる米軍のにあのいわゆるウイルスを埋め込もうとして情報を盗もうとした時、はいはい、アフガニスタンの駐車場に、うん、わざと軍の人たちが使う駐車場にわざと USB をウイルスを埋め込んだウイルスを置いて、はいはいはい、拾わせて、はい、で人間の心理って不思議なもんで、当時ね調べたら確か7割8割の人は USB 拾ったら刺しちゃうと。ね、これ心理の問題 で刺してもそこまで、まだもう一個ハードルありますよね。ファイル見て何か分かんなかったら見ないですよね。そうですね。危ねえ。そこに社員の給料とかって書いてたら、ああ、なるほど、絶対クリックしますよね。みんなクリックしてそうですよね。ありえますよね。それこそ日本のインフラであれば、例えば JR とか分かんないですよ、地下鉄とかそういうところ、そういう事務所の前にポッと USB 落としておいて、
で拾って刺してみたら、社員の今年の実績みたいなの書いてあったみんな気になってちゃいますよね。なんなら人がいなくなった後刺してみたいな何としてでもパスワードでみたいな、まあとにかくそういうことになるので、うん、USB って昔から使われてるクラシックなパターンなんですよ、なんかケースなんですよね。で今回もそれでやったんですよ、うん、ただねパスワードしてたってことはまあ一つまだね、まだただ13桁ってじゃあこれ解読できるんですかと本当に、はい、で多分もしかしたらもし13桁ってすごく頑丈なパスワードの桁数であれば、うん、尼崎はそこまで言われる数字はね、まあもちろんなくしたことはダメですけど言われる数字はもしかしたらないのかもしれないし、うん、っていうことはありますよね、うん、それでやっぱり海外でもそういうパターンがあるので、うん、いろんな条件を当てはめていってこれのパスワードがを解こうとすると何年間かかるのかっていうリスト作ってるとこあるんですよ。へー。そうですね。これぜひ見てもらいたいです。はい。これなんですよ。でこれ見ていただくと、はい、ナンバーブキャラクター使ってます。これ桁数ですよね。これ今回13桁って言ってますんで、うん、ここですよね。うん、で、このこっち横軸のところでいくとナンバーより数字だけだと、はい、多分13桁だったら19秒で株価に解読されますと。っていうことですね。小文字。はい、で書いてるパスワードだったら2ヶ月あったらできると、うん、パソコンでですね。これどういう風にやるかというといろんなものをバーってこうブルートフォースって言うんですけどわーっと入れて当たるまでの時間ってことですね、うん、で小文字と大文字が混じっていれば、うん、これは 1K イヤーズが出て1000年かかるってことですね、うん、そんな増えるんですか。13桁で、はい、だからアップケースいわゆる大文字小文字にするだけでこれだけ違うんですよ。で今回のケース、うん、数字入ってますね、ナンバーズ、はいはい、数字入ってますし大文字も入ってるし小文字も入ってる、はい、で13桁、うん、ってことは12桁って書いてるんですね、はい、これ1万2000年かかるってことです。1万2000そうなんですよ、はい、でもっと言うとじゃあもっといい安全なものにしようと思うと、はい、数字と、うん、大文字小文字、はいはい、であとシンボルですね、はい、いわゆる記号、はいはいはい、ありますね入れると、はいはい、これ入れるだけでまたそれ倍ぐらいかかる。これで20万年かかる。20万年っていうふうに言ってますよね。基本的には、まあ、一般的に私たちが使ってるって考えればっていうことですよね。なの で今いわゆるハッカーたちが使うプログラムの中にいっぱいあるんですよ、うん、そういうのジャック・ザ・リッパーって言われてる、ね、プログラムとかもそれもまあブルートフォースって本当にバーッとパスワード入れるでプラスあと今ディクショナリーなんとかっていうのもあって、まあ、ディクショナリーまあ解読みたいなことなんですけど、うん、辞書に出てくる単語をいろんな組み合わせにして片っ端から入れるっていう。でそれでこう解読するっていうそういうプログラムがあったり、まあ、いろいろちょっとあってかなりね危険で、でもこれ見るとそうです、ね、解読はされないでしょって。そうか名前アルファベット大文字小文字数字でそんなに強力になるんですね。そうなんですよ。だからしかもこれ尼崎の場合はこれ意味のある単語を書いてるって言っちゃってるんですけど、はい、これランダムにすれば、うんもっと分からなくなるってことですから、で多分これ今 の1万2000年っていうのも、うん、おそらくランダムな数字にしなきゃいけないということなんですよね。 でも、もう今年1月ですか、FBI が実は警告出してるんですよ、うん、っていうのはこの USB を使ったサイバー攻撃が実はめちゃくちゃ増えてると、はいはい、だから皆さん気をつけてもらいたいのはその辺にあるものは絶対させちゃダメですよね、うん、あと今あるのは、はいAmazon とかのふりしてプレゼント当たりましたってことで USB 送ってくる。あ、USB 送ってくる。送ってくる。送ってくる。USB ってめちゃくちゃ今安いですから。はい、送りつけてきて、ね、何だろうと思って開けてみる。はい、で刺した瞬間にアウトと。へえ。いうのがすごく流行ってる今海外。見ず知らずの USB には手を触れるなと。もう触れちゃダメですし、そうですね、触っちゃダメですよね。本当にまあ、インターネットなんか見てても USB にいかにウイルスを埋め込むかっていうのもすぐ見れますからね、すぐ出てますんで、はい、ちょっとした知識ある人だったらできちゃうっていう。難しいですよね。でも USB にしないで、ね、サーバーで置いてても侵入される危険性もあるってことあるんですね。だただまあクラウド結構安全なんで最近は安全なんですか、はい、そっちの方がもしかしたら、いいかもしれないですね。その安全っていうのは何でなん完全に暗号化もされているの で,、うん、でそこに行くまでの通路っていうのも、まあ、それこそよく VPN とかってありますけど、うん、そこにアクセスするまで のセキュリティをきっちり頑丈にしているの で,、ね、その中の情報も全て USB って古いやつとか新しいやつとかいろいろあってセキュリティが全然ダメなものとかもありますし、これもそのものにはサービス、ね、入れられないじゃないですか、はい、ただ差し込んだ時にこれは受け入れませんっていうのができるソフトはあるんですよ、うん、だからそういうのも使うってこともできるんでしょうけど、逆にでもまあ特に使い慣れてない人は USB はちょっとあんまり危険かなっていうのがありますよね、うん